皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今回は中学2年生の理科、その中で炭酸水素ナトリウムの熱分解の化学反応式を覚えるコツ、このコツについてお話ししたいと思います。コツですからちょっとずるいんですけれどね、ここで紹介します、炭酸水素ナトリウムを分解すると炭酸ナトリウムと二酸化炭素と水、このようになりましたよね。この二酸化炭素の CO2 と水の H2O というのはもうすでに覚えちゃってるかもしれないんですけれど、前の部分、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、これはちょっと長くて覚えるのが大変だと思ってる人、ここでコツを覚えちゃってください。まずここ最初に作っちゃいますと、炭酸水素ナトリウムというのは NaHCO3 です。炭酸ナトリウムは NaCO3 と、こういう形になります。ここの部分を覚えてしまえば、この化学反応式、この炭酸水素ナトリウムの前に2を書けば出来上がるんですね。以前、化学反応式の作り方、図で書いて右辺と左辺の原子の数と種類を揃えましょうという方法を紹介しているんですけれど、これちょっと長いんでね、図を書くのが大変なんで、このまま覚えちゃった方が早いんですよね。それでこの NaHCO3、 NA2CO3、 覚えにくいという人のために覚え方、コツを紹介します。まず炭酸水素ナトリウム、これはナホコ酸、こう覚えてください。ナホコ酸、これは炭酸水素ナトリウムです。知ってる方もしかしたらいるかもしれないんですけれど、ここで紹介させてください。ナホコ酸のナはナトリウムのナです。ナホコ酸のホは H ですね、水素の部分ですね。ナホコは CO でコです。で酸は3ですね。ナホコ酸、NaHCO3 でナホコ酸ですね。これに対して炭酸ナトリウム NA2CO3、 これはナツコ酸、こう覚えましょう、ナツコ酸の名は、Na ですね、ナトリウム。ナツコ酸のツはツーですね、 NA2 ナツ、そしてコは CO ですね、酸ね、夏子さんの酸はこの酸です。で、夏子酸、こう覚えちゃえば、NA2CO3 覚えられますよね。なほこさん、なほこさんで NaHCO3、覚え方、語呂合わせですけど、語呂合わせで覚えちゃえばもうこの式は化学反応式簡単にできるので、今回短いんですけど、この化学反応式のコツ、紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。